いやーどうも、いつも YouTube をご覧いただきありがとうございます。来ましたね、アニポロ札幌ですよ。初のアニチューブ、初の北海道札幌ということで、バブですよ、バブね。大丸札幌店に、バブアのお店が、バブア、大丸札幌店がオープンしたということで、ちょっとね、まあ今日も札幌めちゃめちゃ暖かいんですけど、春バブを着るなら今しかないってことで、もう黒板頃はぐっと来てるんで、向こうのね札幌行ってます。大丸にやるなら今しかねって。ホタル、ホタルいるか、ホタルじゃん。いやー、いい天気ですね。札幌、 JR の札幌駅前来ました。大丸札幌ですよ、バブは。大丸札幌店アニチェック行ってきますよ、春バブを。いやー来ましたよ、バブアの大丸札幌店です。はじめまして。はじめまして。オープンおめでとうございます。ありがとうございます。今回もう札幌やるのもやりましょうかなってことで、はい、もう私北の国からがもう大好きではい、お伺いしてます。はい、もう昨日オープンしたばっかり。そうですね、はい、昨日3月29日です。店長の千田さんです。千田と申します、よろしくお願いします。地元ですよね。地元は札幌の隣の小樽に。小樽ですね。小樽といえばやっぱり初代。そうですね、もう初代。初代のラーメンが私大好きで、醤油がすごく好きなんですけど、はい、まあ、昨日あの札幌あの着いた、新首都着いた瞬間から私の中の黒板五郎が、はい、いつでも、はい、いつでも油断すんなってこう声がですね、はい、あの聞こえてきて、もう乗り移っちゃってるんですけど、はい、まあ北海道の方はあんまり北の国からって見てない方が多い。実はそうですね、逆にそうなんですよ。そうなんですよね。だから私は東京生まれなんで、すごくなんか特別になんか好きなドラマで、まあ、札幌、富良野、まあ、札幌は蒼太兄ちゃんのボクシング大会が、そんな話はどうでもいいですよ。ごめんなさい、ちょっとついていけないかもしれないですね。よかったです、ね、途中で止まってよかったです。いいっすね、これは早速トランスポート、はい、同じ、すみません、ワックスのグレーですね。ワックスのグレーです。あれ、ここ色違うの、これ。これそうなんですよ、ボーダーだけブラックでして。これがそれサイズいくつですか。これ38です。あ、38か。これ40。これ交換、交換する。じゃあちょっとまあ見ましょうかね。はい、ぜひぜひご覧ください。いや、なんで札幌の室内ってこんなに暖かいんですか。暑いですよね。暑い、いや、これはもう暑いですよね。やっぱり北海道の人の暖かさで、多分ローカルな人が暑いっていうぐらいだから、こういう感じ、こうブラーってちょっと見ても大丈夫ですか。はい、ぜひご覧ください。もうでも札幌は花見ができるのは5月ぐらいなんですかね。そうですね、ちょっと遅れてまして、だいたいゴールデンウィークぐらいには桜が咲くようになってますね。これからどんどん、まあ、まだちょっと肌寒いですけど、室内が札幌暖かいから、こうやってロンティーで十分って感じなんですけど、はい、まあ、薄手のシャツがあったりとか、なんかグルー出てますね、これ。そうですね、こちらがあの新しく始めた日本企画になりますね。これグルー、ここでちょっとジャパン感ありますね、なんか。はい、やっぱりあんまりこう本国でやってない色、お色味を使ってるので、ベージュとかホワイトとか感があって、これだから油断してる系ですね、これ。そうなんですよ、油断してる系ですよね、はい、これね。ノンワックスのピーチスキンでして、モモバブですね。なるほど。で、タンバブのワックスがあって、ちょっと一周ぐるっと超バブワックスがあって、はい、で、こう軸と、なるほど、こういう感じなんですね。じゃあ早速、はい、どっから行こうかな。これね、難しいですね。最初にシースー行くかジンギスカン行くかって問題があって、はい、まあ、本当はシースーがいいかなと思うんですけど、でもやっぱジンギスカン、まあ、そんなことどうでもいいですね、はい、まずはでも、まずは、はい、まずじゃあまずは油断した系から、はい、あ、じゃあ軽めのシースーで、油断した軽めのシースーでグルーブ出てきました。ありがとうございます。このベーシックなあたりから行くと、はい、形としてはワックス同じでクラシックな、はい、タイプで、スペイ、ノーワックスなんで、まあ、大きくスペイ、はい、形は同じですか、全く。そうですね、こうスペイがで、生地は、生地はピーチスキンですね、はい、モモバブです。あ、モモバブか、はい、グルー出てきましたね。ちょっと兄貴風に
行かせていただければ。さすがですね。じゃあこれ、ステイがあって、ああトランスポーター。はい。トランスポートじゃなくてトランスポーターです。トランスポートで表記されてるんですよね。でもなんかこれだけはトランスポーターってなんか言われてるっていう、はい、だから逆にレア。トランスポーターですね、ごめんなさい、トランスポーターで合ってます。で、ワンクスの方がトランスポートですよね。はい、はい、自分が着てる方がトランスポートです、ね、そうですよね混ざっちゃうんですよね、よく。じゃあこっちからちょっと着てみようかな。スペイのサイズは、はい、これはだから S とか M とか L なんですよね。そうですね、今店頭に出てちょっと L 着てみていいですか。 L で L でかしこまりました。あ、これは L サイズだと、ヴィンテージのバブアーも大きめを探してもまあこれぐらいしかない感じ。まあ、今までこれぐらいな感じでもいいんですけど、なんか今の気分だとちょうど店長着られてる、まあ、このスタイルな感じ、ちょっとまあゆったりめで、下のカーゴパンツもゆったりめで、なんかこう、まあ、ストリートって言い方はあれですけど、ちょっと今っぽさも少し入ってる感じだと、なんかサイズアップしてみましょうかね。そうですね、XL と思い切ってもう 2XL マシマシいっちゃいますか。もうマシマシで、もう肩ロースにももにもやし大盛りドカーンみたいな、もう一番いいやつ。それであのクラシックの生ジョッキみたいなあ、これダブル XL ですよね。はい、これぐらいいっちゃっても店長、はい、いい意味でスペイっぽくないというか。そうですね、はい、新しいバブアーでもこういう新鮮さも味わえるので。なんかピーチいいな。だからスペインってもともとは、ソラチ川、ソラチ川でしたっけ。ソラチ川、ソラチ川でこうやってイカダのレースやるんだって多分この中で一人しかこれあの北の国から分かる人には、ね、はい、ソラチ川、あのジュンとホタルが、はい、初めてあの富良野ってかヌノベの駅に着く時に、はい、ソラチ川っていうシーンがあるんですけど、ソラチ川で釣りやってもいいですよね。うちの PR がめちゃめちゃ笑いながらうなずいてるんで大丈夫です。釣り用のはい、ジャケットなんで、まあ、ここまで使ってもいいので短めになってますけど、それをあえてなんかサイズアップっていうか、ダブル XL なんて相当大きいと思うんですけど、はい、まあ、今だと自然な感じで。これはちょっとアニコーナー作ってもいいですか。アニコーナー一回ちょっとここ借りて、はい、開けて、あ、大丈夫です、開けます。あとはタンバブだとトラン、あ、こっちか、トランスポーター、はい、トランスポーターですね。これもちょっと着てみていいですか。はい、大丈夫です。なんかいいっすよね、ちょうど店長が着てる感じ。まあ、オイルもいいんですけど、はい、やっぱりなんだろう、まあ、英国らしさもありながらちょっとアメリカのコーチジャケットっぽさもある感じですけど、今これで38ですね、はい。まあ、このサイズでも、ワックスの、トランスポートか、私が愛用しているものは38なんですけど、まあ、ちょうどなんか今の気分だとこれ40にサイズアップしてもちょうど、だからちょっとこちら来ていただいてもいいですか、はい、多分私がサイズアップするとこのぐらいのイメージに、ね、自分がこれ38だな、ね、ところが、まあ、あれですね、40がもう昨日オープン初日に完売、はい、申し訳ございません、中ちゃん完売完売です、完売ですよね、あ、完売じゃない、完売ですよね。だからサイズアップ40があったらいいんだけどな。でもまだ入荷しますよね、これはね。これから多分フォローがあればだと思うんですけど。そうですよね、はい、ネイビーもいいですね。モモバブいいっすね、モモバブ。そうなんですよ、春といえばモモバブ。そうですよね、はい。まあ、オイルもいいんですけど、ちょっと肌寒くてもうちょっと暖かくなるとやっぱこういうシンプルなこっちの方が、はい、もうみんな大好き、定番音楽使えるね。で、やっぱり超バブ系を、超バブといえばバーレーですね、はい、もうバーレーも40ですね、今の気分だと。バーレーもワンサイズアップで、はい、はあ、今まで、まあ、現行だと38、ヴィンテージ40着てたんですけど、大体もう現行は40で、あ、いいっすね、こんな感じです。なんか新鮮ですよね。そうですね、朝着てらっしゃったボーダーとはまたサイズ感も変わって丈も長くなって、なんかノーマックスになるだけでちょっと軽やかなロングコート感もあって、やっぱりピーチスキンは結構女性の方も着やすくて。確かに、はい、なのでモテバブですかね。
まあ、モテバブですね、はい、なるほど、バブ差し込んできますねブ。うちのシリーズが、はい、日本ライセンスと日本限定発売の商品ですね。ジャパンラインですね、はい、じゃあちょっとここら辺、あ、なんかこれはもうフィッシング系ですか。そうですね、ベストとジャケットの2種類ございまして、これもなんか試着する前から着てますね、なんか、はい、兄貴が好きそうなデザインか。あのよくヴィンテージのフィッシングジャケットとか60年代とか50年代かな、はい、あのいろんなアメリカのブランドとか海外のブランドでよくこういうポケットがいっぱいついたタイプのものを古着屋さんとか見るんですけど、そういうなんか昔のアーカイブっていうかクラシックなディティールを、はい、と、まあ、今のこのバブアのなんかここのコーデュロイの感じとかチンストとかがこう融合してる、まさにこのジャパンならではの。そうなんですよ、だから日本でしか買えないから逆にレアっちゃレアですね。そうですね。いや、なんかこのヴィンテージのフィッシングジャケットのディテールありながらもやっぱこの、まあ、これは細胸ですかね。そうです、うん、細胸でチンストついてるなんかバブらしさもあって、はい、これは相当いいっすね。なんかめっちゃかっこいい、見えないですよねこっちはねあ、でもこれも瞬間にこうなんですね。ちょっとベストも着てみていいですか。はい、ぜひぜひ。これはもう瞬間アニコーナーです。あ、黒もあるんですね。黒もあります。瞬間アニコーナーです。こっちは細胸なんだ、はい、でもやっぱこれいいですね、黒タグ。そうなんです。なんか タグの小ネタあります。タグの小ネタほどではないんですけど、はいはい、やっぱりあの日本規格はあのワラントが使えないので。なるほど。でワラントを外したあの本国と同じように見えるようにこの木からすべてブラックのタグになってますね。なるほどね、まあ、ワラントありもいいですけどワラントなしも、まあ、両方ありですね、はい、そうですね、まあ、味噌もいいけど醤油もいいし、はい、塩もいいし、まあ、最近だと逆に札幌で家系食べてもいいぞみたいな、はい、そういうことですよね、はい、そういうことですよ。あ、なんかベストもいいっすね。これからだからもっと暖かくなってくると T シャツに短パンで、はい、これはちなみにサイズは38でしたっけ、はい、これは40作ってないんですか。そうなんですよ。あ、でもなんかちょっとワンサイズ上げてもいいけどこれぐらいでも全然、はい、だからこれなんかあれですね、この上にこのベスト重ね着とかどうですかこれ。あ、いいと思います、ね、ポケットオンポケットみたいなのが、はい、ね、全然ありだと思う。全然ありって ボケたまんま同士みたいなでもこれ、まあ、ジャケットですね。このジャケットをちょっとアニコーナーにしましょう、はい、かしこまりありがとうございます。でちなみにベストは黒も、まあ、黒も雰囲気変わっていいですね、はい、ピーチスキンが、はい、あのかカキとネイビーなんですけど、はい、これこっちでいいんだっけ。日本企画はブラックがあるんで。あ、じゃあブラックのポケットも着てみていいですか。はい。あ、なんか黒は黒で、はい、なんか軍物っぽく見えますね。 黒になるとね。そうですね。黒は黒で新鮮ですね。でもやっぱ最初は青磁かな。はい、最初は青磁で。これやばいっすね。これそれがトランスポートとスペイが、本当だ、はい、混ざったようなデザインで。これサイズは38、後ろが40になりますね。なるほど。ちょっと40、あ、ベージュなんか、あ、これ何色あんだ。これ3色ですね。これがオフ白っぽい、はい、とベージュカーキのと、このベージュいいっすね。はい、着てみますか。これの40ありますか。40、あ、これだ。 あります、後ろです。本当だ、本当にスペイとトランスポートがミックスしてますね。スラントポケットにフラップものがあって収納力も高いです。で、ラグラン、そっか、ラグランになってて、はい、結構日本ジャパンラインはゆったりめですか、あの通常のグローバルと比べて、はい、少しゆったりめに作られてあります。だから同じ38でもちょっとゆったりめ、はい、ああ、なるほど、いいですね。あ、これで40ですか。はい、まあ、40でもあのすっごくやりすぎてるオーバーサイズにはならない。そうなんですよ、はい、まあ、私は50代ですけど、まあ、40オーバーで大人が無理せず、はい、今の気分で着れるサイズ感っていう感じですかね。そうですね。40でも全然大きくないんで、今だったら、まあ、今ロンティの上でこのサイズ感なんで、はい、ちょっと肌寒いと、なんだろう、スウェット着たりするとこのサイズも、はい、あとはこの色が、これなんていう色ですか。グレー。グレーなんです。今天の声が、はい、空違うの方から聞こえましたけどまあ一応、ネットとかホームページ見るとグレーってなってますけど、はい、なんだろう、
ロイヤルミルクティーみたいな感じの、そうですね、おぐしろなんだけど、はい、少しちょっとブラウンが入ってる、すごく上品な、はい、上品な色ですね。でも本当にスペイとなんだろう、トランスポート両方僕大好きなんで、はい、そのミックスな感じが絶妙です。じゃあベージュも着てみましょうか、はい、あ、なんかベージュ品質でそんな話をしながら、はい、あとあのなんかカレーあるじゃないですか、カレーと餃子のなんですけど、カレー三好の、はい、僕ね三好のがねすっごく気になってて、はい、ローカルの人食べます。そうなんだ、はい、あのカレー餃子ってローカルの人食べるんですか。食べますね。カレーの、まあ、餃子が有名でカレーもあるんですけど、はい、カレーの上に餃子乗っかってるんですよ。そうなんです。それもちょっとね、だからカレーと餃子をが合わせて三好のっていう、多分大阪王将も札幌はあります。あります。まあ大阪王将あるんですけど、私の中ではなんか三好のがすごいグッと、はい、すごい気になってる。なぜかっていうと、やっぱりこのトランスポートとスペイをミックスしてる感覚が、三好のカレーと餃子両方大好きなものをミックスするのをこういうの感じで、はい、ケロなら今しかないんだな、おばちゃん、そんな感じですよ。ベージュもめっちゃいいです。なんかギャバジンみたいな質感だな、これ。比べると結構さっきの違いますね。一見ベージュっぽいんですけど、やっぱり本当にロイヤルミルクティーで、いや何がいいってね、さ、例えばこれがカレーだ、三好ので言えばね、これはカレーだとしたら、ここ餃子なんですよ、これポケットなんです笑ってますけどね、はい、そう、トランスポートのポケットとスペイ。これなんていうモデルですか。これがブローデール。ブローデール、ブローデール。え、あと何型あるんですか。なんかジャパン企画めっちゃいいな。2型ぐらいほど、うん、あと1型ポーション。これね、これあの、あ、ここにかけると俺ね、もう買っていくシステムになってくる。あ、そうなんですね。そう、アニコーナーシステムになってくるね。じゃこれもかけていいですか。ダメです。ダメでした失礼しました。グルーブ出てきたこれとだからスペイがあるから、そうそうそう、かしこました。もうこれあのただいまのアニコーナーですね。なんか日本企画いいな。とこちらの長めのタイプですね、はい、政治で。これはサイズいくつだろう。これは38しかないのかな。これなんてモデルでしたっけ。38スノードンです。スノードン、スノードン、はい、スノードンは今は38しか、もともと38までなんですよね、はい、なんかねすごい東京の方のね、玲子から今ね、もともと38しかないって。いや、そうです、ね、美容院やってん、美容院やってんだ、はい、美容院やってんだってねもう楽しくてしょうがないですけど、これが札幌マジックですね、はい。あ、これもともと38しかないんですね。じゃあせっかくさっき色は同じかな、同じだから、ね、はい、色味の展開は一緒でしょうかね。政治、はい、これはほとんど、バーレーの雰囲気がありながらも、はい、ここついてないですよね、バーレーって。多分そうですね、はい、おっしゃる通りです。なんかビデールとかによくついてる何ポケットなの、このちょっとちょうどここら辺の感じのハンドウォーマーですね。ハンドウォーマー、はい、この革なんか新鮮ですね。あー、なんかこのサイズ感もめっちゃいい。で、日本企画は細畝なんですね、はい、そうですね、すべて細畝になって、ここまで来て、このフードタイプ、ね、はい、フードタイプもいいですね。これ中ちゃん似合いそうですね、これね、はい、これ中ちゃん似合うね。中ちゃん、どっちかって相談兄ちゃんかな。そうですね、相談兄ちゃんにぴったりに、あ、それ合ってますよ、それこれ純度ホタル迎えに来るというか、カーキのジャケット着てますから。あ、これまだ着てないですかね。そうですね、これもこれちょっと細身ですか。エクスモア、はい、ちょっとこれなんかちょっとレディースっぽい雰囲気しますけどね、これ。そうですね、ノリ的には女性が着ても、はい、本当に可愛いです。ちょっとこれを着てみましょう、はい、なんか白バブも新鮮ですね。あ、これもまたちょっと素材も違うし、色目がちょっとココアっぽいですね。ミロっぽいですね、これ。なんかライトブラウンみたいな感じで。ありがとうございます。なんかバブアーでこういうオフシロって今までなかったんで、はい、新鮮ですね。ちょっとこうショップコートのようなイメージ。ああ、なるほど。あ、鳥100ですか。100じゃないかな。ちょっと今までのと質感がちょっとナイロンでした。今空地川の6号の森の方から、はい、ナイロン100ですか。分かったナイロン100、うん、今ね、はい、あのレジェンドの豆じいさんから、これはナイロン100ってね、はい、笠松のおじいちゃんからナイロン100って聞こえたんで、もう狐取るのやめるってね
あ、これも分かんないですね。これまたちょっと長くなりそうなやつですね、はいはい、多分ね、この動画の中で一人です兄貴、札幌、北海道来てくれて嬉しいっていう、ローカルの方と、はい、もうちょっと全然ローカルじゃなくて北の国から好きな人が一人でも来たゴロって1コメント入るだけで俺も十分っす、はい、絶対入りますね、これは。なんかいいっすね、白、はい、本当だ、全然シャカバブ、シャカバブって感じですね。シャカバブです。ここもいいっすね。ジャパンはこんな感じですかね。そうですね、はい、このラインナップに。なるほど、ありがとうございます、はい。いや、なんか見応え、でもね、なんかやっぱりこう店長がずっとワックス着てるじゃないですか、はい。で、まあ、これからの季節なんだろう、このピーチ、まあ、このノンワックスがやっぱ油断したバブ、はい、あえて油断したバブなんですけど、やっぱりなんかワックスも油断できないなってなってるか分かんない、ね、感じですけど、特に着てる人を見るとそうですよね。なんか基本的にもう超真夏以外は着れちゃうし、はい、T シャツとか肌寒くてもまだまだ、まあ、東京でもゴールデンウィーク前までは着れるし、札幌なんかね、だって花見が5月とかですもんね、はい、そうですね。なので本当に肌寒く上にパッと羽織れるので着けますもんね、はい。なんかタンバブの、タンバブで、はい、こちらですね。あ、こっちか。あれ、こっちは中バブか。じゃあ全部ビデールになりますね。あ、ここに油断してないタンバブはここですか。こちらです。もうなんかトラップがここにあるような感じですけどねトラップが。そうです、別売りのフードをつけさせていただいてます。この、これはトランスポートとで、ピーチとか、ピーチはトランスポーターです。完璧じゃないですか、もう今日はもう丸太で作ろう、一緒に石の家、はい、あの家でもいいからね。かしこまりました。これやっぱトランスポーターが、はい、あ、トランスポートが、はい、もうずっとね、なんかね、これ、このグレーの40ないんですか。もうグレーの40は確か売り切れちゃってます。あ、そうっすか。グレーいいっすね。グレーがやっぱり新色で、はい、襟がグレーっていうのは、でもやっぱり、まあ、前38着てたんで、はい、ちょっとトランスポートの4、これいくつ。これで40ですね。仕込んでましたね、さっき俺が北の国からの話をしてる間に、ね、はい、休憩中に全然わかんないよね何言ってんだか全然わかんないなって言いながら、多分この40は来るんじゃないかと思ってました。で、もうあえて別売りのフードつけてもいいんじゃないかみたいな、はい、これちょっと着てみていいですか。これもまたちょっといつもの兄貴と印象が変わるんじゃないかなと思います。これは、はい、だから今、店長が38嫌い、これ38、はい、3638ですか、はい、じゃあそれ私だったら一つ上で40が多分小樽スタイルに札幌か、小樽生まれの札幌スタイル、はい、札幌そうです。あ、やっぱり油断してないのもありですね、はい。しかもこのフードをつけるとなんかちょっとパーカーっぽい感じにも見えるし、はい、また全然印象が変わると思います。今だからロンティーで、まあ、このサイズ感なんで本当に例えばスウェットを着てもいいし、はい、薄手のなんだろう、ダウンみたいなのを着ると本当に、まあ、札幌でもやっぱ朝晩はすごく、そうなんですよ、寒いです、ね、今日も多分2度とか3度とか、日中は10とか15ぐらいいくのかな、はい、着れるし、なんかこのサイズ感ですね、やっぱすごいいいと思いますけどね。天狗山合います、これ、はい、これ天狗山合います、これ合いますね。あの今だったら本当にすごい紅葉も綺麗だと思うんで。あ、本当ですか、はい、あ、じゃあローカルの人は天狗山行くんですね。行きます。あ、やっぱ夜景が見えるんで、あ、夜景綺麗ですか。ドライブスポット、じゃあ小樽でもう恋愛経験のある小樽の方は1回は天狗山にはデートで行ったりしてるんですね、はい。じゃあこれ着て天狗山行こうかな。やっぱ油断して、油断してない油断してない系も、はい、これもアニコーナーですね。あ、ありがとうございます。ということで、持っていただいてもいいですか、はい、今回のアニッポロ、はい、アニッポロ、アニッポロバブアには、ピーチスキンのスペイ、はい、ね、ちなみにおいくらですか。これこちらはプライス、はい、ついてます。
税込みで4万5100円ですね。安い。で、日本規格ジャパンラインの何ていうモデルでしたか。レイクランドになります。レイクランド、ね、これは38。38やっぱりこう油断したね、はい、バブもいいんですけど、やっぱりこう油断していいと言いながら油断しちゃいけない気持ちも忘れちゃいけないってことで、はい、ワックスのトランスポートフード付き、はい、今日はまあ札幌この3点、はい、お願いします。ありがとうございます、はい、で今日札幌はものすごい日中あったかいん で、はい、こちらでちょっとこのダブル XL サイズのスペイ大丈夫ですかね、中ちゃん、このサイズ感。中ちゃん大丈夫だ。大丈夫だってさ、もうね、こう終わる頃にグルーヴが強くなってくるっていうね。じゃあこれでちょっとね、札幌の街をブラブラしながら、やっぱ札幌といえばこうやってキューって感じでいきたいんで、今日は本当にありがとうございました。こちらこそありがとうございました。じゃあちょっとこっちのかな、大通りとか向こうのですよね。そうですね、あちらに大通りとか時計あれとか、小樽はもうこの方、小樽、そうですね、ちょうど小樽も、はい、まず札幌か。ありがとうございました。ありがとうございました。またお待ちします。天狗山も行きたいな。天狗山もいやー、なんかあったかい春の札幌にいいっすね、このピーチのスペイが。やっぱりね、ススキノにも合うな。日課のハイボールもいいけど、やっぱり札幌ルービーちょっと飲みたいんで、ブラブラススキノ最高、いいっすね。いやー、来ましたよ札幌に。来たらやっぱりね、札幌ビール園でもめっちゃこのスペインに合いますよ。あの煙突見えます、煙突もうバッチ、このピーチにもめっちゃもう喉乾いてキューってジンギスカンでいきますもん。いいなバブに合うな、やっぱバブに。じゃあビールのお話聞いてもいいですか。ここの札幌ビール園では、まあ皆様おなじみの、まあ、日本どこでも飲める黒ラベル、札幌限定、まあ、札幌の飲食店とかではまあクラシックが多いで、私の大好きな赤星はここにはないんですよね、はい、まあ市内で探せば全然飲めますけどね。でこの、札幌ファイブスター、札幌ファイブスター、はい、札幌ファイブスターは札幌ビール園でしか飲めない。札幌ビール園でしか飲めない。あ、札幌ビール園でしか飲めないですよね、はい、じゃあこれにします。そちらで、はい、はい、のジョッキお願いします。はい、はい、いい感じですね。ありがとうございます。ファイブスター、はい、この札幌、これは札幌ビール園にしかない前掛けっていうかあれだ。そうです。これ合いますよ、バブにも、スペインに合いますね。まあ逆に、まあこれノンワックスなんで、このジンギスカンの油を染み込ませるっていうあのアニスタイルもありますけど、あんま真似しない方がいいですね。逆にこのジンギスカンのこのワックスがこのね、ということで、札幌でね、バーバーに乾杯です。ファイブスター、いただきます。やばいな、超うまい。いやもうこれ最高ですよ、もうバブでジンギスカン、いい感じだな。まあこうやって油がね気になるとかっていう方もいると思うんですけど、もともとワークウェアですからね、あの個人の見解ですよこれ、あくまでも。で札幌でジンギスカン食べたことがある人は分かると思うんですけど、結構ね全身油まみれになるんですけど、それジンギス、それがバブです。めっちゃうまいです、これ。そうそう、いい感じだな。で、ジンギスカンはやっぱり、あの、このタレがね、特徴です。で、お店によっても全然味も違うんで、ここは札幌ビール園のジンギスカンを。素晴らしいですね。この上取れますよ、これ。これ、ボイラーでいいんでしたっけ。醸造の釜、北九州の門司工場から来た醸造の釜。いただきます。バーバーにゃん、バーバーに乾杯。もうこれに入れちゃうんです、こうやって。
ちゃんとこれもおちゃんといい感じのオイルドリンク水弾きますからねこれね。うまっ。いやうまい。もうハルバブ最高。チャンネル登録よろしくお願いします。おかわりかなこれな。